そういう感じです。あと、ルー・オシバが大好きですね。ルー・オシバ。最近ね、あんまりテレビ出てないですけど、たまにテレビ出ると嬉しいんですよ。面白いなぁとあの。英語で喋ってるとこがいいなぁって。うん。本当にね、そういう感じです。はい。まあ、僕のね、動画、デンジャラーなところがありますけどもね、まあ、なんとか多めに見ていただければ思いますね。はい。デンジャラーなところ。ね。 これルーゴみたいな感じでしゃらせていただきました。はい。ルーゴシバ、尊敬しております。はい。ということで、一応ダウンタウンデラックスじゃないわ。ダウンのダウンタウンでね、ルーゴシバ、英語禁止ボーリング最弱説っていうのをね、見て、最近見て、大笑いしてるところですね。はい。それ見て、笑ってたところだったんで、一応ルーゴシさんの名前出てきましたけどもね。えー、はい。ということで、 えー、ルーオーシバが大好きな城本慎一、えー、シロックマンでございました。はい、ルーオーシバ、えー、AKB が大好きな、えー、城本慎一でございました。はい。ということでね、はい。えー、ルーオーシバイケメンですよね。うん。若い時のルーオーシバ見ても面白いですよね。ジョーチョブでね。ダウンタウンとね、バラっていいとこね、絡んでるとこ見ましたよ。ルーオーシバがね。いや、すげえ、ダウンタウンとルーオーシバ一緒におるや、みたいな。 うわ、赤根とも一緒にいるやん、みたいなタ。タモリも出てきた、みたいな。そういう動画があるんですよね。うん。いやいやいや。まあまあまあ、そんなもんで。はい。もうそろそろ1時間経ちますからね、皆さん。